殺しても。計算んしてでいいんですか？これは。いや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 これないな。冷たい名刺だ冷たい名刺でやろう。やろうやろう。なるほど。なるほど。よしデバイです。はい。よしって。よしってね。 ありがとうございます。ます編集で待ちしてくれてありがとうございます。はい、ありがとうございます。ますあのー、僕の好みはグレランなので、うんあのー、グレランしたいんですけど、あのー、一つ提案がありまして、議論中に矢印を向けてほしいんで、えっと、誰か、誰々怪しい、議論中に誰々怪しいと言った人にしか投票できへんくくりをもしたいと思ってて、えっと、どんどん疑ってほしいです。うん、い怪しいって言った人にしか投票できない、うん、あのー なんか矢印が向かないことが僕嫌なので、発言をしてうね、<の>はい、発言をして、ちょっと、はい、聞いてもいいですか、ひろきさんいいです。無理やりやったり嘘つくのは僕、ちょっと村のとき苦手で、はい、白い人しか見つけられなかったときは、嘘ついて言わなきゃいけないんですか、それ。あいいです、それやったら。 かせるったらオッケー。あ、大丈夫。しょうがない。それしょうがない。え、白髪も手痛い,い。なので、でも、これがあの、あんまり得意じゃないと思ったら、やめときます。僕も。この提案 <laughs> な。な、るべくわかりやすいってしたいだけだと思って、理論 <laughs>。あ<の> <laughs> 議論と投票に矛盾点がないように、ちゃんと思考を開示して、その人に投票してくださいねっていうのを言ってるだけだから、別に。 絶対従わわななななきゃゃいいいけないわけじゃないと思うので、まあ、だなんかあれですよね投票中になんかいきなりその議論中に思ってたけど言わなかったことをばーっと言って投票するとかはなしよっていうふうな意味合いぐらいの話ですよね。ュまあ矢印を向けてほしかっただけなんで大丈夫です,す意思は伝わりました。なるべく見つかったらそうするようにするけど、うんはい、僕もどっちだったら白要素を初日は拾う方が癖的にあるからどっちかと工藤君よりな感じ。ビチさんののの体がが揺れてる怪怪しいので怪しいいで こんな感じで言っとけば投票できるってことですよねそうです僕からのお返事は確かに極論言えばね全員以下怪しいって言っとけば理由に投票権利があるわけですからね極論いつのが怪しいだろじゃあ僕も少し発言するとまあ工藤丸さんの村の時はっていう言い回しがなんとなく怪しいなって思いました絶対言われると思ったなんとなくまああとは まあこれもうほぼ僕の妄想だけど、梅犬羊飼い系二郎とかありそうだなってぐらい、最初計算がふざけで処刑かなっていうのを梅犬さんが言って、いやいや、そんなないですよっていうのがあったから、なんかワンチャン、その流れを切らせるために相手は忘れにしたのかなと思ったから、二郎だったらおもろいなぐらいの感想。逆だと思ってました。なんかその二郎なさそうだなと思ってます、ねうん、僕は工藤さんの開始、開始の方に関してがちょっと印象よくなった方。 慎太郎君の言葉に対しての工藤さんのなんか素直なリアクションが、うん、僕、工藤さんもともと人間っぽいと思ってたんですけど、K さんって工藤さんはもともと怪しいと思ってたってことですか、うん、あ全然あのプラマイゼロだったんだけど、慎太郎さんに言われたとの返しがなんとなく村っぽいなっていう印象。了解です芝県って今何考えたあ,あ、もともと良かったとこってどこなんだろうって思った。うん 純粋に人間しか見つかることができない、僕は嘘ついてそれを怪しい人言わなきゃダメですかっていうのが、なんか人間感情に取れたってだけです。めっちゃ浅いけどね。んうん。だから慎太郎さんの要は真逆です、言ってしまえば。あの、柴犬に質問したいんですけど、<laughs> お<い>慎太郎さんの発言を聞いて、柴犬はなんかそういうのもあるのかって納得をしたと、僕は印象から取ったんですけど、合ってます。 まあ僕は別に K さんと梅犬の二郎はないよりだなぁとは思ってるけど、慎太郎さんがちょっと言葉で、その多分慎太郎さんの中でもそう思いここ確定しようというかなんていうのかな、ちょっとだけ思ってるぐらいなんだろうなって思ったから別にそれならいいかと思ったぐらい。うん、ん考えることは悪じゃないと僕は思ってるから。はしわはそれを聞いてどう 柴犬が答えたたら怪ししとととかか人間だ思思うとかって思うとしたのなんか僕がまあこれ表情精査だからちょっと全体に共有ができないので申し訳ないんですけど、柴犬が抱いた感情、僕が見た表情の感想としては、なんか驚きの感情だったと僕は思っていたので、うん、なんか、まあ、それから得られるような考察とは、僕はちょっと違った感想を得ちゃったから、これただすれ違いの可能性も多いにあるけど、まあ、ちょっとなって。 なんか僕の一存で納得できなくなってるっていう感想は一応持ってこれ、まあ、ただも感想ただのうん、うん、そうそう感想ですあくまで梅犬ってさ <laughs> さっきの柴犬の返答に対してどう思った、うん、特に、うんうん、なんか柴犬が K さんが工藤さんに言ってる考察の時にすごい上を見て考えていたからあ,あの言葉にそんな考えることあったかなと思ってうん、うん いや何,何の要素を拾って柴犬に話振ったんだろうっていうのも気になってたし、<あ>返答しててどう考えたたかなってなった。何かし柴犬のあの表情に偽りがあったかどうかっていう、本当にその時のことを考えていたかどうかを見てたって感じだね。まあ直近のりょちくんとかカラスマさんとかの方のことちょっと考え気味ではあったから。 うん、あれかなと思ってると柏に言っとくと多分 K さんと梅健さんのその慎太郎さんが言った時の俺が「ええー、みたいな感じの表情自体は多分俺した自覚があるから割と見てるなっていう印象は理解した。山さんとかまい,まいさんどないですかそう私は K さん工藤丸さんを人間らしいと現状を持っていて今投票しろと言われたら烏丸さんに投票する。 で、ええっっと、梅ささんの人間らしさは拾えなかったけれどもえっと、慎太郎さんの意見って少なからずちょっとなんだろうな推理を進めようとしてくれた意見でもあるけど違う可能性もあるからなんかどっちかって精査つかないんで投票する理由もないっていうのでだからどっちかっていうと梅慶さんの精査をしようとしてるっていう姿勢でハイブリさんのこともちょっと人間っぽいなって拾ったぐらいですかね。ん なんかだったら烏丸さんもどちらかというと、えっと、そこに対しての考察を落としててのをととたんじゃなないかなとは思ったあ私が慎太郎さんをいいなって思った点は梅犬さんと圭さんの二郎っていうことですでにあの2人の人狼をまず提示していることと、うん、っていうところがまずプラスでその逆だと思ったっていうのはどっちかっていうと要素が取れない発言に私は聞こえたというかなんか烏丸さんの中でそれがそんな自信ある要素には思えなかったから。 なんか刺してきた人狼っぽい感覚を受けてるだけ。うん。ああ、大丈夫ですよ。<票>はい。先で、山さんの話と、<laughs> <laughs> はい。カラスマさんに返答してほしいですね。今のを聞いて、マイマイさん。はい、まあ、返答も何も、なんか返答するのが難しいなと思ってて、まあ、ただ、まあ、誤解はしてると思います。私はまあ別にそんなに、なんか、 強い意見を言ったわけじゃなくて、なんか純粋に最初のケイさんのメリークリスマスに対して、メケンさんが言った言葉がニロっぽくないなって私は受け取ったよっていう、そういうただの話なんで、なんかそこを続かれたとしてもって感じです。今、怪しい人かとかいます現状、まあ、ちょっと気になってるのは山さんぐらいかな。うん、まあ、喋ってないですからね。うん、じゃあ、ちょっと僕、多分清木さんが望むような議論できなくて。<laughs> まあ工藤さんがまあ印象がいいなっていうぐらい白い要素としてはでなんか今日の議論ちょっと微妙なんですけど慎太郎さん烏丸さん工藤丸さん圭さんあんまりこの4人から行きたくないなってなんかいても一郎出してなんかゼロあり得るんじゃないかなと思っててまあ弾いていくと。 私は毎々とかが浮いてるように途中までは感じてましたってぐらいかな。私山さんめっちゃ人間だと思う。俺も人間だと思った今。私山さんとシンクロしてると思ってた <laughs> これ結構一緒な上で毎々まで人間らしいなって毎々に言っていいと思ってます。すはい。柏はごめん,あげん。いや、まあいいや、出ちゃったから。工藤丸さんが人間だと思う人を教えてほしいなと思って質問した。まあ多分山さん以外にいます、ちなみに。僕は B ビビビですね。ごめんない、質問のし方たが、クさん自身の思いをくあ、そうそうそう。あ、俺が、俺が持ってる。そう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 。山さんが一番時点でギリ、マイマイ。以上です。お見なく発言残してなじゃん。よし、よし、トイレギる。いいんです縛りはないし。え、マイマイ、俺、K さんとカラスマさんの二を切れるよ、よくわかったねから。それでは、話し合いが終了となりました。投票を行ってください、どうぞ。 じゃえっとね、ひろきさんが言ってるより、たけるさんが言ったかな、この作戦で別にやってもやんなくてもいいけど、やったほうが分かりやすいよっていうまとまりで、今日最初が終わって、K さん主導で動き出して慎太郎さん。で、まあ、相対的に怪しいっていうふうに、なんか向けようとしていたって、僕が感じたのが5名で、K さん、慎太郎さん、りょちくん、柏、たける。この5人だったんですよ、僕は。 その中で一番あ投票位置を作らなきゃっていう意思をちょっと感じたのが両地だったっていう感じです。はい、柴犬投票します。うん、まあさっき言った要素もちょっと含みでタケルに投票します。 あのー、僕はちょっとめっちゃ感覚で申し訳ないんだけど柏にちょっと触れに行った話がちょっとなんか釣り位置作ろうとしてる人外にちょっとだけ見えちゃったで正直明確にめっちゃ怪しい要素を拾えてる人がいないからその要素一本だけに絞りたいなと思ったっていうのが一つなんか僕は慎太郎さんからケイスさんまでに下手すれば一郎しかいないゼロ郎っていう考えは分かんなかったから山さんのこともんと思ったけどそれに共感してたマイマイもに気になっちゃったって感じ以上。 はい。たける投票します。仕掛に投票させてもらいます。 まあ、ごめんね。柴犬のことを疑ってるわけじゃないけど、ちょっと今の投票理由に自分自身がやっぱり入れられてることから納得できなかったという部分が一つあることと、慎太郎君から前々までを議論で人間らしいと感じる瞬間がありました。そして山さんの最後に出した意見っていうのが僕はすごく共感もできたし、人間らしいと思えたことから、この人たちを人間だと思っています。梅県も投票理由とか、投票の内容とか僕はすごく良かったなと思っているから、柴犬、りょっち、ハイブリさん、柏しの中から投票したいなと思っていましたが、 しわけに投票しますはい投票しますからさまさんに投票します新太郎さんが梅恵さんと恵さんに人狼あると思いましたっていうのは一定数まあ人外だったとしても敵を作った発言それを広げるっていうことが新太郎さんが何者であってもなんか活性化するかって言ったらからさまさんが言った一言はそれないと思いますよだけだった結局からさまさんが精査してるのが私はわからなかったし なんか人外だったらとっつきやすい理由だったと思うから私はその発言とタイミングも含めて烏丸さんが怪しいなって思いました投票します投票は柏さんに入れましょうかねえっとですね僕個人の考えを今からちょっとだけ話すんですけど僕申し訳ない初日の議論本当に今日分かんなかったです まあ強いて言えば工藤さんの美人間をまだ今でも引きずってることと、梅犬さんをちょっとだけ白色の人だなって思ってる、この2点だけ。これ以外の要素がマジで僕の中で薄くて、まぁ、毎毎、柴犬、柏に狼がいるんだろうなって思ってるんですけど、この3人の差もついてなければ、外の人で、その山さんが言ってたみたいな、上4人に一郎しかいない、なんならゼロもあるっていうスケールにも実は納得できてない。 投票します投票を両地さんにします。まあ、ギリぎりまで梅県さんか柴県さんで、まあ、迷ってはいたんですけど、なんか両地さんの今の発言って、まあ、梅県さんとかに言われたんですけど、梅県さんと柴県さんで共通してるのが、なんか投票位置を作るための行動をしてるっていうのをあの投票先に対してそれぞれ言ってたと思うんですよ。ただ、それ言われた側って、たけるさんは当然あの言ってたと思うんですけど、 あの推理をしている、人狼を見つけるっていう姿勢からやってると思うんで、なんか両津さんがそれで投票理由に不思議に思わないのが分からなかったです。投票させせていただき<お>ああすいませんちょっと詐欺ちゃっ あの投票させていただ、きますます、あね、積極的的投票位置はは結論的にはいませんでしたでただ僕個人が例外、まあ、しか使用してない状況で精査したいのが、まあ、梅県だなと僕は思っていてなんで梅県の精査ができる例結果が精、うん、うな位置が柴県と領地の2人ぐらいしかいないという状況なので申し訳ないんですけど、まあ、消極的な理由で柴県に投票させていただきます。まあ、ただ、カラスマさんの領地投票も若干気になるからそうじゃないケースの場合はカラスマさん投票で僕はいいかなと。 と思ってました。以上。投票します。おおいおい投票させいい加減。ね。<laughs> あどうしようかな。でもね。結局、本体は柴犬に入れたかった。理由としては、まいまい山さんあたりを注目。最後の方をしてて、えっ、ー、とまいまいからの方、マイマイの方をちょより注目しないけど。 それに対する山さんが出した前々注目してたの思考の流れの部分、最終的なグレースケールの部分で1から4番までに1ロぐらいとかっていうのは、僕はあんまりちょっと感覚的に理解はできなかった方だけど、それまでの思考の流れが山さん、群れだと思ってるし、えー、と議論中、積極的なタケルとかは僕は村っぽいと思ったから、そこと反している芝県に投票したかったが、いいか、芝県に入れます、以上。投票します。 えー、カラスマさんに入れてカラスマ柴犬リョチさんの3人が少なくとも会話をした方がいい人たちだと思い、カラスマさんに入れました。個人的なリョチさんがその3人の中で一番追放したい人、柴犬さんは全体と逆行しているがゆえに注目が集まっている人という認識です。リョチさんはあの工藤さん白っぽいという共通認識が、まあ、置いておいて、梅ケンさん白っぽいは多分説明した方がいい。 梅健さんはただ調整者として全体を整理していた人だからそこにどこにする要素があったのかをしってほしい新太郎投票します投票は両地さんに一票を入れますま両、あ、地さんの中でなぜ柏さん投票に至ったのか理由があんまりピンとこなかったからまあ前々柴犬柏に居そうっていうのは聞いたんですけどその理由はあんま見えなかったんで 慎、まあ、太郎からすま工藤羊会系に人狼がいなそうっていう議論がわからないって言うんだったら僕はたけるさんとかにも目が向くんじゃないかなと思ったんですよね結構そこに同調してまやまやさんも白く置いていたからだから結構りょうちさんが人狼の場合は相方たけるさんがあるのかなっていう感じでしたね流れ的には愛情、はい、ですああ工藤が山さんより先に投票いきますうん 梅剣さんに一票入れておきます。まあ、芝県さんとりょちさんの択かなーって感覚だったので捨ててます。うん。まあ、梅剣さんが今日の投票釣りの候補に入らない感じになってるのは、まあ、ああ、意外だなっていう感じで流れは見ていました。ケイさんとほぼ意見が一緒っていうか、僕が噛み砕けなかったことをケイさんが丁寧に説明していたのを 投票地見てていうふうに思ってます山さん、ケイさんは白いかな。前々も白いと思いきれないって感じ。なんか奥歯に魚の小骨が挟まってる、まだ。はい、山さん、投票します。一回僕の感情と村として処刑すべき一緒、一旦置いといて考えるんですけど、僕の考えだと、烏丸さんとかはグループの中だから処刑したくないなってあるはあるんですけど。 今日の議論だとカラスマさんかりょうちくんどっちかを処刑した方がいいのかなって感情僕にはありますただまあそのあたりあレバイスが決めてほしいのでどうしようかなりょうちくんとしばく対抗だったら柏にじゃあ1票っていってみますなんかレバイスはうまくしてようなんか三択のままいくのか一個削るのとか,なんかうまくやってほしいですはいろき投票します少しタケルを愛しんでた部分が で議論にはめちゃくちゃ参加してくれてたけど、えっと、意見がオリジナルで出てなかったことを多分先に言われてたよねタケルの思ってたことその慎太郎さんが同調したっていうのは俺納得してて、えっと、人間やと一番思えたのが慎太郎さん工藤丸さんマイマイです今日の一日でで僕はタケルオは梅県に行きたかった派でしたあの投票中の流れを聞いて、うん、って思ってます だなののででこの2択でしときます投票はじゃあ、えっと、山さんに捨てときますそれでは投票の結果本日は柴犬さんとりょちさんの決選投票となりましたではランダムで順番を決めさせていただきますので少々お時間をいただきます少々お待ちくださいちょっとお待ちくださいね それでは、それでは、りょちさんから50秒間の弁明をお願いいたします、どうぞ。まあ、カラスマさんとかへの回答になったらいいなと思ってるんですけど、まあ、ウメさんのことをぶっちゃけめっちゃ強人っぽい人だなって思ってます。ただ、オオカミっぽくない動きをしてるなって思ってるのは、まあ、カラスマさんの言ってた通り、梅健さんの僕投票の理由はめちゃくちゃこじつけだなって正直思ってます。ただ、梅健さんの例結果を見る価値が僕の中ではないなって判断したっていうだけ。 誘導の仕方がなんか人狼のそれっぽくないなっていうただの雰囲気ってやつですね僕が一番最初に違和感を抱いてたのは梅犬、千葉犬、柏の3人の柴犬に向けた追及のやり取りでそのやり取りが全部僕の中ではしっくり全員分の主張が入ってこなかったから梅犬さんを白色と判定した時に、まあ、マイマイさんのやり取りまで全部踏まえた上で「柴犬、柏、マイマイに狼がいるんじゃないか」って推定を立ててました投票時の理由全部聞いた上では柏・柴犬なら柏の方が怪しいと思ってるんですけど まあしゃあないないいいって気持ちでまます、はい、しゃべりますはり、まあ、周りの人がたけるさんに対して投票した理由も含めて楽しそうかと思うんですがたけるさんが柏さんに対して触れた行動って僕は柏さんが柴家に対して精査を入れたい行動だなっていうふうに思っていたからたけるさんが柏さんにその意見を聞いて何か変わったとかどう思ったとか えー、何がしたかったのみたいな風に聞こえちゃった。一番三つ目かな。何がしたかったのっていう風に聞こえちゃったから、いや、そらし精査はしたかったでしょって思ったから、その時ちょっとたけるさんの印象が悪くなった。っていうところと、山さんが人間っぽいって言われていた、その1から4番、慎太郎さんからケイさんまでは人間っぽいっていう議論、えー、やっても一郎じゃないかっていう議論に僕は分からなかったから、山さんがうんとハテナマークで思ったにマに、マイたけるがそこを評価していたこの2点で、たけるが怪しいという風に思ったから投票しました。 僕もあまり白を拾えていた議論立場ではなかったから結構うん消極的な理由になってしまうことは申し訳ないとは思っている以上それではお二人の弁明が終了いたしましたので柴犬さんを1番ちさんを2番とさせていただきます投票先決まった方からグーの状態で画面上に見える範囲で出してください全員そいましたら一斉に投票を行いますそれでは参ります投票 3! 2、1ドン1番柴犬さんに投票されてる方指をフリフリしてください12345票2番りょちさんに投票されてる方指をフリフリしてください123456票です投票の結果本日処刑されるのはりょちさんです 遺言をお願いいたします申し訳ないけど、本当に残せるものが何もなくて、投票時の感覚は山さん、ちょっと人間っぽいなと思ったのは、投票の持ち方というか、まあ、柏さんに並べるっていう投票行動の部分だけで、まあ、それ以外の要素で、本当に山さんのスケールを肯定できる、即肯定できる人の気持ちは、ごめんけど分かんなかった。から、工藤さんとかが、なんか、スナップで山さん人間っぽい、いや分かるわ、山さん人間っぽいと思ってるみたいなのは、なんでやろうなっていう気持ちで、僕は聞いてたって感じですね。 うん柏芝県の評価が僕の中で由来だのは、柏って議論中に芝県疑う行動を持ってたわけだから、消極的理由で芝県投票ではなく、普通に議論中に持ってた理由で芝県投票じゃないのって、ちょっとだけそのつながりのなさは覚えてるみたいな感じで、柏投票には、まあ、最終的にしてよかったなって気持ちではいたんですけど、って感じですかね。本当に分かんなかったです。ごめんなさい。 それでは、旅地さんを処刑したにもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいります。生存した皆様は、ビデオの停止を押してください。それでは、これ以降、えー、人狼以外の能力者の方は、ディスコードでのやり取りとなりますので、よろしくお願いいたします。それでは皆様、おやすみなさいませ。さあ,あ、一日目はなんとかか、ああ、勘なんとか生き残ることができました。甘ちゃんかぶれるかもしれないけど。 初日はささんが処刑されました、まあル地さんはちょっとだけ怪しいと思っちゃったななんか柏さんに対する一票がなんか僕はまあ僕の主観も入ってるんだけど投票を広げすぎじゃねって思っていくらグレランとは言ってもこれ以上一票持ち作って役職をあふれ出すのはまずいんじゃないかなって思ったからル地さん目線で毎毎柴県柏って言うんだったらまあ柴県さんに2票目を重ねるなりってよかったのかなって。 またこれはあの投票中にも言ったんだけど、たけるさんとかの位置が気になると思ったんだよな、りゅつさん目線で。多分ね、たけるさん投票とかだったらまだ分かったんだけど、柏さん投票が、まあ決戦で理由聞いて納得はできた上でも、それでもやっぱり、うーんってのもあって、りゅつさんに入れちゃった感じですね。まあどうなんだろう。 うんまあ僕も結構ね工藤丸羊飼い系マイマのことは評価してて工藤さんを最初雑に怪しいって言ってみたんですけど、まあ、その返しは確かに僕もねあの、まあ、それ絶対言われると思ったっていう駆動さんの返しが、まあ、割と人間に見えたっていう羊飼い計さんの意見で結構納得できてて、まあ、そのことから工藤羊飼い系を一旦白で置くんだったら僕は前イさんも評価できる位置。 まいさんも黒系の城を拾ってて、まあ、かつ僕の弁護っていうか僕の肩を持ってくれたんだよねまいさんって烏丸慎太郎だったら慎太郎の方がより意見を出してくれてるから烏丸さんが怪しいよねっていうまいさんは僕目線では疑いづらいしまあ、カラ烏丸さんをずっと疑ってて、まあ、一貫性もある人物なんで、まあ、そんなに進路っぽくないって考えた時に、まあ、ただ僕ね烏丸さんの人間要素は拾えてないんですよ正直ね正直烏丸さんの人間要素は拾えてないからこそ、まあ、山さんの 新太郎、カラスマ、駆動羊会系にいていち、伊藤一あ、でもそっか、伊藤一郎か。あ、だったら山さんの意見もいいのかないや、僕最初その意見がわからないよりだったんだけど、でもそっか、駆動丸羊会系を評価する場合って、カラスマさんは別に僕目線白くないと、まあ、ああの、怪しくもないんだけど、そこまで白い人もないってなって、ただ僕は人間だから伊藤一郎がワンチャン合ってんのか。あー。じゃあ悪くないのか。 悪くないかもねそのスケールでもねたけるさんがちょっと怪しいなっていうのはね実はヒロキさんと被ってるんだよな僕もたけるさんっていいポジション入ったなーって思ったから発言がおかしいとかではなくてまあ割とその発言のまとめ役に入ってる徹してる印象だったからまあ人狼ある位置だなっていうのはあってあとはそうだなまあ芝健さんはそんなに疑ってないけど票は意外と集まったんだなーってぐらい。 まあ柴犬さんが一番最初にまあ上4人が伊藤一郎だよねっていうスケールがわからないって言って僕もその時わからない派だったからあそれ共感できると思って一番最初にその意見言ってくれた柴犬さん印象いいって思ってたんだよねでも今よくよく考えてみれば確かに山さんのそのスケールって僕目線では割と当てはまれそうと思ったから自分が人間だからまあその上4人でいて烏丸さん人狼だけかなってなった時にそこに伊藤一郎いない可能性もあるっていう山さんのスケールは合ってることあるなって思ったんで。 って,なってくると柴犬さんの印象はまあフラットに戻りつつ山さんの意見もいいしでもそうなったらそこを肯定した武るさんも印象はよくなるんだよなどうしようこれむずいな結果的にハイブリッドさんとか梅犬さんとかね柏さん年始が浮かび上がってくるのか 2>, 2日目の朝となりました1番慎、ね、太郎さんからビデオの開始のみをして戻ってきてください2番烏丸さん3番工藤丸さん4番羊飼圭さん 5番マイマイさん。6番梅健さん。7番ハイブリッドセンスさん。8番柴健さん。9番ひろきさん。11番山さん。12番カシワさん。13番たけるさん。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。昨晩の犠牲者はいませんでした。それでは現在12名生存です。皆様、話し合い開始前にマイクのミュート解除をお願いいたします。それでは8分間の話し合いを開始してください。どうぞ。 おはようございます。おはようございます。ういますうえ、いつのこれ。はい、えー、初日、慎太郎君が人間、2日目、羊飼い計算を習って人狼でした。え、おまじ初日、工藤君、2日目、芝健師匠。医師<う>じゃないです。うん、で、結果はいかような。人間です。人間ですよね、多分たぶんのね。うんうん もう一回聞いてもいいですか初日くどくんはい、芝県。どっちも知まあどっちも白どっちもうか初日はちあれやけど、工藤柴県。じゃあ、裏のとたり聞いてもいいですかああど、どうぞ。ああ、いいです。どうぞまあ、投票ずっと俺柴犬県し。うん。うん、シンプル。俺も投票は柴県だったんですけど、自分が投票した後に結構気になるような絞り方をしたのが K さん だったんですよ、えっと、カラスマさんと柴犬とりょちくんの3人でいいと思いますよという投票をしていたことから、K さんの結果を見ることでもしかしたら K さんが人狼だったときに、柴犬やりょちくんやカラスマさんのこと、みんなのことを人間だと思えるようになれるかなと思って占って、人狼でした。はい、なので、僕視点も柴犬のことは人間らしく映っております。 ただ、き、聞いていいですか。ごめんなさいね。無駄かもしれないけど、武田さんって、けいさん白判定だった時、どう進むかとかは想定されてました。その場合って。その場合、えっと、安心して柴犬を疑えるなみたいなことも考えてました。<laughs> なるほど。初 <laughs> 日の候補ってことですね。<laughs> はい。<laughs> あ,まあ、はい。どうぞ。あ、ハイブリさんが聞いてるから。あ、でも、俺、あれよ、ほんまに投票中に言った通りのまんまよ。特に更新はなかったけど。 もうちょっとじゃあ、えー、と詳しく言った方がいいなら喋るがあ僕多分すぐ終わるんで護衛成功を見て僕は棋士じゃないので、うんえー、抵抗する要件はないですがめちゃくちゃ嫌です僕の意思はあそうねはいあそ,あそれだけで終わりです大丈夫ですろきさんいかようなイメージえーっとちょっと うん、ど僕俺の意見が反映されすぎるとあんまりよくないと思ってるから、えーと、もうちょっと占い師とか、K さんの意見を出してから、そうみんなが判断するでいいんじゃないかなって俺は思ってんねんけど。ひ,ひろきさんは昨日俺疑ってたと思うんだけど、その疑いはまだ継続してるかなえっと、昨日思ってたのが、山さん、タケの中に人狼がいたら、その相方が烏丸さん、うん、K さん。 の中にいるんじゃないかなっていう推理はしてないね、俺は。うん,うん。あ、えっと、あ4人。これは推理の中から。と、えっと、俺が慎太郎君のことを人間だと知っていて、慎太郎君が出した結構極端な意見だったと思うんだけど、それに対して止まることなく真っ向からすぐに否定した烏丸さんの瞬発力が人間らしいと思った。うん、で、工藤丸さんは雰囲気なんだけど人間らしいと思っていたし、うん、K さんも人間なのか人狼なのかははっきり分からなかった。どちらかというと、印象はいいよりだった。うん、から、えっと、まいまいとか、 山さんの意見っていうのはすごくしっくりきたからこれはまあグレーとするならグレーが多分話した方がいいと思うんですけどまあ,あ方針だけ決めてもらえたら、うん、方針を決めるんですか色結果落ちない前提で決めてほしいすです色毎毎結果落ちないと思うんだけどね待ち時間の間じゃあ武さんに質問してもいいですかどうぞ武さんって昨日の投票開始時の自己評価ってどんな感じですか割と武さん早めに投票行かれたなって印象があって 高めです。ああ、そうですか。まあ、じゃあ、まあ、それ以上言うことはないです。なんか、<laughs> えっと、結構、票入りそうだなと思ったので早く行ったなって感想は持ってたんで、まあ、ちょっとそこが妙にマイナスかなとか思っちゃし思,思い上がってました。思い上がってたならしょうがない。はい、じゃあ,じゃあさ、最後に質問え。タケルとハイブリさんの、えっと、オオを推理を聞いてから判断していいですか今の結果の。今 グレー話してからのことは、フードをしたいです。ででちょっと話したいことがあるんで、<laughs> うん、現状、まあまあ、グレー釣りの提案も出てる中ですけど、私は計算投票でいいかなと思ってて、でまあ、理由はまあ3つぐらいある,あるんですけど、まあ、ハイブリさんの芝研さん占いがあんまりしっくり来ないのと、えっとまあ、計算がですね昨日最終的になんか、 りょつさんと柴犬さんに投票が並んでる中で、なんかカラスマまで,で意見聞きたいっていうのが、なんかよく分からなくて、たけるさん、身だと思ってるんですけど、なんか計算柴犬の二郎はあると思ってて、あの三択でカラスマえっを三択にする理由って、柴犬さんおおかだったら成立するんで。 あえてそれで、う地、カラスまで上げようとした軽視馬券はあると思いますと言っておきます。まあ、たけ<も>さんとの二郎が出ちゃってるんで、切りかないかもしれないですけど。さすがに反論するけど、昨日の時点で僕は議論中、山さんの思考の流れが一番村っぽいと思った、僕と似ていることから。なので、山さんが1番から4番ぐらいまでが白い、うん、もしくはあって1と言ってる以上、そこに占い位置を当てるつもりは最初からない。 どちらかという釣り位置にしておけばいいと思っている。芝犬を中心に、梅犬であったり、柏であったり、なんなら、りょちくんの遺言,言でも芝犬って結構議論の中心になる人物だから、芝犬の色っていうのは見とくべきだと僕は思っている。広がる話いあのー、る山さんとマイマイって、K さんは死んでるんですかまだ。あ、まだってか、今、<あ>今。今あると思ってます。あ,あと、1番から4番にマックスイチローのスケール僕、更新してます。ああ、そうなんだ。はい、私は現状人間だと思ってます、K さんを。まあ、つまり、ハイブリさんを信じています。 まいまいってさ、カラスマさんまだ怪しんでる、うん、怪しんでますね。あとね、柏さ,柏さんの位置がめっちゃむずい。い<や>でもさ、うん、柏さんもさ、カラスマさん今怪しんでるうん、うんうん、まあ、位置としては全然入ってきてサイブリさん新宿なら全然入ってくるとは思ってますが、まあ、工藤、うんまあ、丸さん、柴犬さん人間で、圭さんも人間だったとき、かつ、 たけるさん人狼そうね、うん、と考えたときに、僕が人間だから残ってきた、うん、あ、でも慎太郎さん抜けてるか、その場合は。ごめんごめん。うん、ちょっと考え直す。ケイさんごめんなさい。うん、じゃ今日はケイさんに、はい。あ、大丈夫です。はい。えっと、はい、ハイブさんが明日絶対生きてると思うんで、棋、うん、士のん兼ね合いもあると思うんで、ごめんなさい。じゃあケイさんにいきます。タたけるさん人狼目線。で、残り二郎をグレーで探していて、烏丸山さん、梅ンさん、柏さんの中に二郎。 と思ってます。まいまいさんだけは一番外してます。濃厚なのが、まあ、優先順位だけ言っとくと。烏丸、柏、梅、県、山さんぐらいの順番。僕の意思は、そこまで置いときます、ねはい。僕が思ってることがあって。まあ、武尊さん、店の時、人狼だと思っていて。で、なおかつ、武尊さんがそれだけ早く行けたってこと、うん、投票行けたってことは。結構、後半票に仲間が持っている。 持つだろうという自信があったからだと思っていて、まあ、それに該当するのが、まあ、山さんあたりかなと僕は思ってた節があったので、なんか、し部さん、僕が意見が多分飲まれないと思ってますけど、し部さんは、なんか山さん見てほしいなと思っている節がある。う感想ですこれ結構、柏君があ僕見ても僕見てもいいですよ、全然。僕、うん、気になってるね。柴犬のまあ、僕結果柴犬のの白が出た時に、柏君の思考でどう変わるのかとかが、むしろ今日は僕はグレーの話だったら聞きたい派だったから。 なんまあ、まあまあ、いまあまあ、僕らなって、僕人間って言われても、僕目線のハイブリッドさん目線は更新できないので、まあ、手だけの話です。はい、ハイブリッドさん目線ってえ結構今の、えー、と計算のカラスマカシアの二郎って納得できますまあ、山さん、うん、別にカラスマとかだったらまだわかるんですけど。えっと、僕は対抗が人狼に見てるから、K 君は基本的に限りなく村人よ。 ちっと僕優先順位いっただけですね。二、うんうん、色組み合わせとかではなく。だから別にスケールに全部同揺するわけじゃないけど。うん、はい。番目は白。で、橋さん占い。えっと、明日ハイブリさんの人狼、もしくは白だったとしても、ハイブリさんの人狼一応釣ってください。それ,それでは、話し合いが終了となりました。投票をお願いいたします、どうぞ。はい、えー、投票します。えっと、進行としてはそういう形でしてほしいです。おそらく、ヒロキさんが明日死んでいるだろうと予想をしているので。なので、ハイブリさん黒を見つけたら、ハイブリさんの黒。 黒を見つけなかったとしてもハイブリさんの意思を反映した処刑をしてください。ので、その分処刑を飲みます。たけるさんが言っていた羊飼い系を怪しい、結局、怪しいか怪しくないか、曖昧に濁したんですが、結構白っぽいっていう前提で占っているような言い方だったと思います。そこで工藤さんが突っ込んだように、これ、対抗のあ偽を下げる、芯を下げるような言い方なんですけど、白前提で占っているので、推理は進まない占い方です。烏丸さんに言えます。 はい、投票します。 投投票は羊飼い K さんに投票はにします僕が言っていたのは議論中に K さんのことを人間らしいと思ったけど投票中にその絞り込んだ行為っていうのが違和感を感じていたこと K さんが人狼だった時にいろいろ世界が広がると思ったので、うん、正確に言うと人狼位置狭まるんですけどねあの思って占っています結果人狼だったこと,、えー、とハイブリさんの芝県への三票が強人ではやらない投票だと思っているからハイブリさんまで人狼だと思っていることからあと一人のラストループを見つけたいなという考えを 考えには今なっていますその場合柏がすごく強靭らしい動きをされてしまっているなっていう感想ですはいはい代表しますケイ君に代表しますうんとねカラスマが何が納得してないのかちょっと僕はわからないが僕は盤面上はケイ君は白いけど別に全ての思考がケイ君とリンクしているわけではないということを議論的にグレーの話を聞けて白いなと思える人は今日はいなかったかなあくまで初日の印象を引きずっている人の方が多い えっとできれば山さんがどういう形で思考が変わったのかとか、えっ、ー、とまあ前々はねオレッはめっちゃ印象良くなってしまうからしょうがないんだけど、柏さんのさっき言ってた内容とかがどう出てくるのかとかが欲しい。あと新トロクの話めっちゃ聞きたい。以上です。はい、工藤投票いきます。経産日票入れて、えっとハイブリさんにお願いがあるんですけど、僕はカラスマさんの色を押さえていただきたいです。黒狙いとかじゃなくて色を押さえていただきたい。 えっと、K さんが白結果だった時の、K さんを推理してる、マイはまず人間っていう、マイがカラスマを疑っている。K さんもカラスマを疑っていると構図で、明日 K さんの希望通りの進行を取るとカラスマ釣りなんですね。そこが白結果で無意味に終わるのは嫌なので、カラスマの色は絶対に教えてほしいです、俺は。あくまで希望です。で、ケルさん、ハイビルさんと K さんの二郎ってどうですかね初日に、遠いく時に、あ、俺が手挙げたのに K 君行くんかいってあのやりとり、まああり得るけど、あんま人狼同士に見えてなかった、実は俺は。 投投投票票票ししまます工藤さんそうっす会計になんか普通の感覚で言ったら多分ハイブリさんの中でカラスマを占わずに釣り処理をしたいって考えてるのかもしれないけど第一声が柏さんを占いって言ったりだとかもちろんハイブリさんの中で計算が太鼓に黒を打たれてるから白っていうのは分かるんだけどなんかどっちかっていうとハイブリさんの言ってるとの真逆で計算のスケールだけ借りてるように。 感じちゃうんですよね。うん、やっぱり現状たけるさんが真に見えちゃうかな。まあ柴ケさんの狼だけちょっとだけ考え直します。はい、投票します。ケイさんに投票します。たけるさんが昨日1番から5番までは人間だと思うと言ってかつ早めに投票したことが自分が占い師だった時につられ懸念とかないなって思ってます。その意見を残すかなって思ってます。 そして、えっと、ハイブリスさん昨日柴芝さんに結構強い票入れたいな、結果入れましたっていう状況の中で、柴犬さん白を、ケイさん黒の後に打ったこと、これがまあ、強人っぽくもないし、まあ、なんか、占い先としても単純に、まあ柴犬さんのことがすごく気になってったんであろうと解釈ちょっとしちゃって、今はハイブリスさんを信じてるって感じかな、柏さんを疑ってます。ああ はい投投票票ししまますすに、まあね、僕目線がね、たけるさんにちょっと偽物のバイアスかかっちゃってる前提であるっていうのが申し訳ないんだけど、まあ、ただ、仮に武けさん本物ハイブリさん偽物であっても、工藤丸さん、柴葉県さんでの囲いは僕は成立してないと思ってる。単体で人間要素を少し持っているから、まあ、慎太郎さんだけちょっと要素薄で、まあ、その場合はたける、まあ、あの武田さん偽物の時き分からないんだけど、白いの中で。ハイブリさんが真である限り、僕、白結果が出るから、まあ、その時カラ烏丸さん釣りになるのが 果たしていいのかっていうのは僕は判断がつかないっていう状態です投票します投票は羊飼いさんに入れます7対3でハイブリさんを信じててまあ僕は結構計算を白く見ていたからっていうのが大きいんですけど僕昨日工藤丸さんを雑に疑ったんですけど僕もその返しは人間っぽいなと思ったからそこでさんと共感していたことをまあ、あとはタケルさん目線で柏さんが強人っぽくなったっていうのがあんまり共感できなかったことぐらいかな差がついたのは あと柏さんで一思ったのは、武部さんが人狼の場合、まあ投票を持ちそうな雰囲気だったのが相方っていうのが。僕はあんまりしっくりこなくて、投票を持ちそう、持てるかどうかの雰囲気ってわかるもんなのかなって思っちゃったんで。ってくらいかな。はい。はい、山さん投票します。K さんに投票します。少し早口です。今日失礼します。新太郎さん、烏丸さん、工藤丸さん、K さんのグループにりょち君が入ってきた構図。梅けんさん、柴犬、柏たける、ハイブリさんの中に。 グループの構図。だから、マイマイさんが余っていると感じたけど、マイマイさんが白く感じた以上、僕のこのグルーピング理論に間違いが発生すると思いました。その場合、柴犬が指定したカラスマさん計算の色は全然あるなと思っていること。だから、タケルさん目線の柴犬は怪しく見えるかもしれないけど、村っぽいと感じている。ハイグルさん目線のマイマイさんも村っぽいと感じている。だから、あるなら、最初のグループのカラスマス計算の色はあると思っていた。はい、以上。はい。 投票しますね K さんに投票してハイブリさんが真の場合のまあ工藤さんが烏丸さんに占らない誘導一応ね当ててほしいって言ったんですけど僕ね烏丸さんは白だと思いますうんでハイブリさんが真の場合はほぼほぼ柏さんと慎太郎さんの狼同士かなと思っていて柏さんだけは自信があって慎太郎さんはまだ 一個間ち、なんかもう一人候補がいるんですけど、間違ってる可能性があるなっていう感じで思ってます。はい、千葉県投票します。今朝に投票します。占いの審議に関しては、僕は割とフラットより、で、どちらの審もまだある状況じゃないかというふうに考えていますが、柏に関しては同様に疑っています。 シーンのときの構成、たけるが人狼をたとた分推定できるんですけど、その残った5人の中での二狼構成が、ぶっちゃけ正直、組みづらいって思っちゃってるから、その人が柏になっちゃってるっていうのが正直な気持ち。まいまいに関しては、ヤマさんとの狼同士はギリあるかもしれないなとは思っていますが、基本的には単体人間だと推理してまますすす以上で投投票票しし、えっと、さんに投票します。 えっと、ハイブリさんがちょっと本物っぽいなって思ってるのが、えっと、やっぱ投票の遅くなりすぎそうな時に、俺に生かしてくれっていう投票の仕方をしたことが、俺ちょっと本物っぽく感じていて、たける目線で、えっと、ケイさんを城やと思って占いに行ったんかなって思ってて、ちょっと占い先に疑問があった。えっと、昨日のの議論ならその タケルが出した5人以外を占って欲しかったと俺思っている本物ならタケル目線ならねと思っちゃったね、えー、っと頑張ってくださいそれでは投票の結果本日処刑されるのは羊飼い計いさんです遺言をお願いいたしますはい、えっと参考になりそうな情報だけ僕置いていきますわ えっと、僕の中の推理、梅桂さんが言ってた慎太郎君ん狼なんだけども、えっとね、黒特攻をしたわけじゃないですか、たけるさんが。人道手出すときに、僕はね、相方を囲わないと思ってるのね。そうすると、ハイブリさん襲撃のタクが取りづらくなるから、僕だったら取らん。位置囲いして黒特攻は、僕はあんまり取らない派だから、慎太郎君はちょっと下げてた、下げてた、あんまりないかなと思ってた。 で、カラスマさんに関しては、グレーの中で刃を向けてきたから、カラスマさんに一応アタックしただけだって、グレーの順位は本当にビサずつでの並びになってくるので、占い値に関してはまあ任せます。単純にあの投げられたから投げ返したぐらいの形なので、グレーの精査はハイブリさんに任せますわ。これは僕の意思を反映するべきじゃない。っていうのが、多分今出てきてない推理です。村のみんなは合ってるので、結構心配はしてないですか頑張ってください。 羊飼い計算を処刑したにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいります生存した皆様はビデオの停止を押してくださいそれでは皆様おやすみなさいませいやーむずむずいなまあでも正直今日はひろさんが羊飼い計算投票を指定しなくても計算に入れるつもりでは正直あった ま、あ K さんのことを白く見ているとは言っても、多分今日霊媒収益を合意してることから、まあ、グレー詰めをする意味があんまないんだよな。グレー詰めても霊媒の入れ客が多分見れないから、そうなった場合に決め打ちが3日目、3日目になってくるんだよね。それが嫌だから、でも今日 K さん詰めておけば、明日ハイブレさんの黒崎なり、タキレさんずりで、安定で4日目まで決め打ち伸ばせるから、ま、あ K さんの方を若干人間で7対3で、ハイブレさん進んで見てるとは言っても、計算さんりするつもりではあった。正直ね。まあ、その上で、 まあね、割と、ミーと近くて、まあ、柏さんは僕も怪しいと思うんだよな。たけるさんが人狼っぽいから、たけるさんが最初に投票を持てたってことは、投票が持てる雰囲気でいた場所に人狼がいる。まあ、それが山さんの位置っていうのが、なんか僕は、まあ悪いけど、こじつけに聞こえたんだよな。投票を持てる雰囲気ってわからんくねだって。相方の人狼が、あ、投票持てそうだなっていうのを俺は判断できないと思うんだよな。 別にヤマさんってさ人狼だった場合に投票を持てる位置にいたかな僕は全然そうは思わないんだよね。結果的にそうなっただけであって。だから僕は柏さんの乗り方が変だなと思ったんで、まあ、単体で人外っぽいってなった場合に別に柏さんはどっちが相方でもつながる位置になるなって思うんでまあ右的にまあ一番怪しまれたのは柏さんなんだけどそれは納得って感じ。 柏さん人狼っぽい投票時だやしいと思ったら梅賢さんまあ僕を疑ってきたからではなくカラスマさん人間だと思いますよって言ってて言理由がなかったんんだよななんかカラスマさん人間って僕結構尖ってる意見だと思うんだよなあの視点では割とみんなカラスマさんを疑ってるから K さんも、まあ、アタックしただけとはいってもカラスマさん投票していて真嫁、まあ、さんもまだカラスマさんを疑っているとで梅賢さん以外でカラスマさん人間っぽいって言った人はいないんだよね 工藤丸さんはカラスマさん占いとは言ってるけど別に人間っぽいって言ってるわけじゃないからだから梅刑さんのカラスマさん人間っぽいって俺尖った意見だと思うからこそじゃあ理由まで言う方がいいんじゃないって思ったんだよなだって梅刑さん目線でさそこでカラスマさんの人間理由言ってそれが納得された場合ってワンチャンハイブレさんがカラスマさん以外を占うわけじゃんでその場合本当にカラスマさんが白でハイブレさんが死んだったら黒が見つかりやすくなるわけだからなんか梅刑さんってその理由を説明したかったことが普通に怪しいなって思うんだよな まあ例えばだけど梅賢さん人狼カラ烏丸さん人間だから白が見えてるから明日烏丸さんが占われそうなんで事前に白って言っといてでもでも理由は言わないみたいな流れとも取れるなって思ったから梅賢さんはちょっと怪しいなって思ってて工藤丸さんは囲われてなさそう千葉県産のアンモナタに対しては一番新太郎さんからビデオの開始のみをして戻ってきてください2番烏丸さん3番工藤丸さん5番マイマイさん 6番、梅健さん7番、ハイブリッドセンスさん8番、柴健さん9番、ひろきさん11番、山さん12番、柏さん13番、たけるさん恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。昨晩の犠牲者は、ひろきさんです。ひろきさんはビデオの停止を押してください。 それでは現在10名生存です。皆様話し合い開始前にマイクのミュート解除お願いいたします。それでは話し合いを開始してください。どうぞ。ありがとうございます。パラスマくん城。前前人間。まあこのタイミングかな。セマス騎士です。おお。デカ。はい。すいませんでした。ハイブさんありがとう。カノスさん送らないじゃなくて。いや。デカ。いや。あごめん。 ちょっと占い理由だけじゃ続けて言わせてもらってもいい<う>あの工藤君が言ってくれたのもあるんはあるんだけど、えっ、ー、と、昨日柏くん君、僕自身はめっちゃ疑ってた。申し訳ない。けど、柏くん君から山さん占いへの誘導があったことから、ここの2人に会って1、2はないなと思った。えっ、ー、とー、 たけるさんを人道だと思っているので僕の芯が透けているのに占い誘導をそこにしてしまうと仲間も強くなってしまうからここにはないと思っていたので山さんかしのどっちかに1位残った中で前々の印象がいい新太郎梅県の卓だと僕はどちらも、えっと、意見が合,う合わないではなくて印象議論的にはすごくいい位置だったから結果的にカラスマ君占った方が盤面見えるかなっていうことでカラスマ君占いをしています、まあ、結果白だった今日はハイブリさん視点の詰めをしたいので。 シンタロウ、マイマイ、梅メ山さんの、うん、4択、ここからでいいと思っていて。あ、そうなのか思ってた。まあ、ハイブリさん、新視点でグレーズレで白つなぐワンチャンパワープレイないだって。まあ、ハイブリさんがミスった場合は負ける可能性ありです、ね。でも白結構出てるけどね。まあ、グレーゼルだったら僕は梅メさんに現時点ではいないです。県はそう、あ芝県じゃない。シンタロウさんはそういうと思ってるけど。うん、まあ、マックスジンガス4だから、まあ、1人の。うん 白崎強人の場合かな、あとは。白崎強人の場合の二分一を見スるとって感じかな、状況です。まあ、柏さんが決めていいけど、たけるさん。いったん、議論はしてください。最後、ちょっと精査つかなかったら、たけるさんで安定取る可能性は存在します。なんか、そんなことになったら、ちょっと喋らせてもらうんだけど。いや、いいよ。あの、なんか、ねじ曲げられてて、これは、ケイさんを人間だと思ったのは、あくまで議論中。投票中は違和感を感じて、人道だったら、 K さんが言ったカラスマさんや柴犬やりょちくんっていうところを人間らしいと思えることができると思ったから K さんの人狼が見れたらいいと思って当然占ってるそれに対して工藤丸さんが俺に対して人間見えたらどうって質問してきたからそれに対して答えていたに過ぎないからそこで自分が偽物だと言われることに関しては納得ができていないです。うん それよりも投票の順番とか、そう言われたら、確かにそうかもしれないなという部分はあるけど、マイはちなみに占った理由としては、マイのことは俺は人間らしいと思ってた。今日に関しては人間らしいと思って占ってる。だけど、マイは絶対俺のことを信じてくれないような姿勢を取っていたし、俺はイは人間だと思ってるけど、占い結果を見ないことには、マイのことを疑えないと思って見ています。OK、そこまでで一旦大丈夫です。俺もマイに話を振りたくて、マイってカラスマ君を疑ってたと思ってて、この結果で、 えっと前々俺を信用してくれたけどカラスマーくんの結果でどういう風うにスケール変わるかなっていうのを前々に聞いてみたい。えっとよりまあまず慎太郎さん人間だと思ってます。梅ケさん山さんの精査を深めるべきだと思ってます。まあ私のスケールまあ一応梅ケさんに尋ねたいこととしてはなぜ昨日カラスマさんが人間っぽいと思えたのか。 っていうところかなあと初日に結構悩んだ結果、りょちくん怪しいって指した人物だと思うけど、例えば柴犬さんとりょちくんの差とか、なんかそういった思考がちょっと知りたいなって。まあ全部話しますね。人間になりますね、うん、ここで。えっと、まあ、僕がりょちから柴犬にまず投票を変えた理由は、僕は1票目に聞いて、そのあとの烏丸さんの投票に違和感を感じてから。烏丸さんの投票理由は、確か聞き間違いでなければ、梅県、柴犬というふうに含みを入れて、 なんかその先の旅地に投票してたからその理由だったら梅金、柴県でもよくねって思ったところで旅地に投票したので柴県、烏丸のロー,ローかなと思って柴県に投票を変えた。でハイブリさん真になった場合って柴県が白なんですよ。その場合って僕が人間だから烏丸、うん、さんってあの人狼だった場合その理由で梅金、柴県に別に旅地も全員人間なら烏丸さん視点で。 あの誰ででもいいんですよそうなった時って梅県芝犬に行った方が簡潔かな分かりやすいかなと思ったけどその先の旅地に投票してるのが多分烏丸さんなりの何かしらの意図があるのかなと思ってそこで僕は。 柴犬の,の色を白とした時に烏丸さんは多分ハイブリッド視点で白色だなってなった時に宗教法で候補が4人になりましたと。で僕はヤマさんが人狼の場合に慎太郎・山マ・タでもマイマイ・ヤマ・タケル柏・山マ・タケルでもヤマさんが残り議論時間初日の1分から30秒にかけて上4人を弾いたところがオオカミの首を絞めてる考察だと思ったからヤマさんを一旦そのスケールで弾いたら慎太郎・マイマイ・柏になった。 で僕は毎毎初日に単体要素を拾っていたから、勝去で歌詞は慎太郎になった。っていう感じ。はい、で、慎太郎さんがワンチャン騎士あるかなと思ったから、ちょっと含みを入れた、昨日は。今はシンプルに慎太郎さんが騎士じゃないなら人狼かなっていうふうに思ってます。タケあハイブリッさんが死んだ場合に。うん 相方足りうるのは誰だと思ってる慎太郎さんの僕じゃなくなったから。うん、えっと、マイマイ山さんのところの多分僕は白評が拾ってるどっちかが間違ってるかなと思ってるので、そこはもう一回スケールを組み直さないといけないな、うん、ってところ、うん、じゃあ山さんちょっと喋ろうか。えっと、僕、ハイブルさんが死ぬとって、カシワオカミ結構固定してて、カシワオカミの慎太郎さんがごめけん県にいるんだろうなって、昨日時点で思ってた。で思ってることが、昨日のカラスマさんの計算殴りって、まあ、ロールなさそうに一瞬見えたんですけど、 正直、柏の決師匠でだいぶ審議ひっくり返ってますとだけ。たけるさんは審議に結構寄ってます、僕は。ちょっと一旦切って、たけるさんに1個質問というか、状況確認するんですけど、まあ、今回、ハイブリさんに多分一名を挙げる形になるという場合、うねえー、まあ多分、たぶん、たけるさんの代わりに、白崎のままやさん、慎太郎さんが死ぬことになっても、一応、大丈夫ですかっていう質問なんで、まあ、大丈夫か大丈夫じゃないか、ね、大丈夫じゃないんですけど、その代わり1回占えるんだったら、そっちを受け入れてくれますか嫌じゃん。 ままあまあそうよね <laughs> そ,そんな、そんなのはしたくないし、俺はハイブリさんのことを、えっと、柴犬の3票目を作ったことが人狼らしいと思っているから、だから柴犬のことも疑ってない。ねうん、結論では新、えっと、太郎正直、昨日その柴犬に疑いを受けたことから、ケイさんとの関係値はあるけど、カラスマさんがこの中だったら一番人狼だと思ってます。なるほどね。はい。 まあ僕もちょっと話したいんだけど僕安定取りたい人間なんでやっぱりたけるさんずっしたを決め打ち部にしたいと思ってるし一応僕が梅圭さん怪しんだ理由は昨日烏丸さん人間っぽいっていう理由を話すべきだと思ったから投票中に、うん、それともその理由を言わないと例えばハイブ紅さんが死んだ場合にそれを聞いて占い先を変えるってことができないからだから怪しんでました一言挟むと安定でたけるさんずり100%反対ですそれはなら決め打ちで釣るしかない うん、あ、私<あ>、武さ,さんには最悪白先でも差し出してほしいかな。最悪でも。あ、うん、ね、でも、まあ、でもそれは俺が決めれることじゃないから、それはみんなで決めてくれりゃいい。あ、安倍さん、結論が出ました。一応今まのいた、今。例でいくんやったら、今やったら、山さんかな。急に審議が変えてきたことっていうのは、あ<ー>まあ、柏さんで。変わったっていうのは々、じゅじかるけど、それでも、俺の心を下げた。推理に、パッと言ってる人が、今、現状、武井さんの相方っぽいから、山さんになる。なるほどね。 山さん行きますか。それでは、話し合いが終了となりました。投票をお願いいたします。お願いします。うん、山さんに投票します。えー、っと、人狼が、僕、たけるさんが人狼だと思っている以上、人狼陣営は僕の心がつけている状態。占われたくないっていうのは入ってると思う。 その時に僕の方が新寄りの意見を出しておいて、コロっと変わっていく人の方が、僕視点は人狼に見えてしまう。その方が人狼っぽいことをしているなと思ってしまう。現状、慎太郎君も梅犬も、どっち視点の状況も考えた上でのような精査をしてくれているかこの2人の差がめちゃくちゃ難しい。梅犬に関しては、慎、まあ、太郎君が指摘したけど、昨日出してくれたらめっちゃありがたかったなって思うぐらい、今日の意見は良かったと思ってしまっているので、まあ、今回、山さんに投票します。以上。 投票はハイブリさんにします。これはもう自殺票です。今日は釣りを飲みたいと思っています。理由があって、新太郎さんが梅木さん、K さんの二郎がない。えっ、ー、と、二郎があるんじゃないかって、否定が新太郎さん、梅木に僕は見えないんですよ。だから、昨日、柏が筆頭になるってスケールを描いてたんです。そこから決勝出てることから、ハイブリさんが新目線でのサンロイズがかなり。僕の中では構図ができない。まゆまさんも信じてるし、そうだな、黒丸さんも結構信じてる。まあ、ハイブリさんはそうだよね。白崎らしい。 慎太郎さんならワンチャンあるかなと思ってますが、かな武田さんが慎太郎さん見てもどうなんだろう。梅系の今日の考察結構響いてます。はい、投票します。じゃあ、山さん、見殺し票で、烏丸さんに投票します。しんたろくんのことを人間だと知っています。前々のことも人間だと見ました。千葉県のことも、ハイブリさんが人狼だという視点から人間だと思っています。 なので、えっと、工藤丸さん、カラスマさん、梅県の3人の中に人狼がいるような推理をしていますが、その中で唯一、昨日の議論で芝県に対して、僕からすると不当であろうというつながり方をしたのがカラスマさんだったから、この3人の中だったらカラスマさんが一番人狼だと思っているという推理をしています。はい、以上です。投票します投票山さんにします。 間違えたのかなってすごい思ってるのは、今日、ハイブリさんから黒ではなく白が飛んできたこと。ただ、えっと、ハイブリさんの中身が強人だった場合は、割と納得できたんだけど、今日のハイブリさんの山さん投票で強人が限りなく薄くなったことから、ハイブリさんが真なのかなとなってきました。それプラス、タケルさんがこの状況でカラスマが人狼。山さんがカラスマ人狼と。 うん。間違えてたかもしれないです。あぶさん進化も。あ、じゃあ、工藤行きますね。山さんに入れます。今日の朝の結果を受けて思っていたことが、まあ、グレーナルメケンソを釣りたいなって最初思ってました。ただ、 梅ミさんの、じゃあ俺人間になりますわって言って喋った内容。納得のいくものだったんです、俺の中では。なるほどなと。共感っていうか、あ、そういう目線だったんだっていう納得感。うん。それを白評価とした時に、うん、ハイブリルさん目線の、俺の推理では人狼の位置がなかなか見当たらなかったっていうのが、竹ケルさん本物なのかなって思い始めてる理由です。 投票しますす投票票はは山さささんんんにに入れますちなみに僕はハイブリさんが新目線だった場合にさんの人狼はあると思ってますヤメ、まあ、さんってずっと僕の肩を持ってくれてるっていうか印象はいい位置なんですけど、まあ、1点だけ気がかりがあって昨日のタケルさんの詰め方があんま納得できなかったんですよね。タケルさんが投票を序盤に持ったのが占い師っぽくないっていう意見だったんですけど、まあ、占い師を引いた場合に僕は占い師っぽいムーバーしないと思ってるんで。 それが結構ライン切りとしてはあるのかなって一応警戒はしてましたマヤメさんの位置はね今日投票を持ってるところまで含めてって感じかなはい以上ですはい投票します山さんに投票するんですけどまあ慎太郎さん疑ってないんですよねでプラスしてたけるさんの偽要素言ったのは1番から5番までを白置きした上で早い投票というこの2点があったから私は偽物だと思ったと説明している なんか山さんとか工藤丸さんの言う通り、自分が人間っぽいと置かれた人を除いた時の三浪構図が、ハイブリさん三視点で組めなくなりつつあり、めちゃくちゃ悩んでる、ただ、今日はハイブリさん的にも山さん、山さん的にも圭さんって落ちてるという推移だから、山さんに投票せざるを得ない、まあ、そんな感じ。はい投投票票ししまますすさんに投票します タける目線で K さんとカラスマさんのハイブリさんの三郎がちょっとだけ薄く見えちゃう要素をちょっとだけ持ってはいるんですね。周りくどいなと思ってカラスマさんのやった行動が。たけるとカラスマさんがつながるオオカミ同士だったらまだわかるなぁとは思うんですけど、柴犬を黒塗りする行為って。なんかそれで、なんか柴犬とつながるからハイブリさんのにせいなんじゃないかって主張し続けることがちょっと微妙やオオカミとしっぽくないなって思ってる部分はあります。うん、以上です。 はい投投票票ししまますす山さんに投票しますあのね占い主義めちゃくちゃ難しいですねこれ。とねハイブリさんが真のスケールの時の狼誰だろうっていうのは確かにあるはあるんですけど、まあ、慎太郎マイ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 山さんいろいろあるんですけどハイブリさんが、まあ、僕が烏丸さんは白色だと思うっていう意見で原丸さんに黒を打ったら信用取れないと思って白を打ったのかもしれないけど。 なんか、オオカミの時どういう位置にオオカミを位置づけしようとしたんだろうっていう、カラスマさんという位置にしろって場合に、毎毎山さんってしろって言われてたのに結構、そこだけが変最終票ですね。投票します。まあ山さんに投票します。まあ申し訳ない。まあこれでミスって負けちゃった場合は、まあそこはもう僕の判断はミスなのですから、申し訳ないですというところなんですけど、まあ、ポイントの1個が、僕の対抗が出なかったことですね。 はい、そこはちょっと考慮してもいいかなと、僕ってなんか、まあはい、場面筆頭人狼一だったわけですけど、全人外生存だったら対抗を出してもいいような気はしているっていうところを考えると、計、ま、算、あ、あるいは諸、旅地で何かしらの人が、強、まあ、人ですね、旅地の場合は、が落ちてる可能性とかまで、まあ、考えたほうがいいのかもしれないなというところです。明日、おそらく通常だったら決め打ちだと思いますので、まあ、その辺を踏まえて、フラットで考えていただければと思います。以上。 それでは投票の結果、本日処刑されるのは山さんです。もお願結構、たけるさん死んで寄ってる部分で、僕がまいまいさん、たけるさん、おかみないんじゃないかなと思ったのが、僕があのグルーピング理論を言ったの、まあ、あれでも僕が作っているものだし、結構穴があったと思うから、それをでも、まいまいさん、たけるさんは結構速度に乗ってきたんですよ。まいまいが大きい位置だからってもあるかもしれないんですけど、あのスピード感、僕はまいまいさん、たけるさん、おかみないんじゃないかなって。 あったとして誰を助けるために僕を見越し数えたんだろうと思うんですよね、うん、だからあんまり前々たけりには見えてないから狼しかピンとこないが結論です以上ですそれでは山さんはビデオの停止を押してください山さんを死刑したにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいります生存した皆様はビデオの停止を押してくださいそれでは皆様おやすみなさいませ むず。え、むずいな、これ。何でもね、俺、柏さんで一個、一個納得したのがあって、確かに柏さんの対抗出ないんだなぁと思って。柏さんって筆頭人狼一だったから、対抗が出れば、割と柏さんに打ち勝てるぐらいもあったと思うんだよね。それが出なかったことが僕は気がっかり。 もあれか偶数進行だったからワンチャン騎士クロス護衛とかでもう 1GJ 狙われるのが嫌だったから露出したくないんで出なかったもあるのかなまあ偶数えっ12きのうの時点で10人盤面だったよなよちさん釣りグッジョブ計算釣りヒロキガミ10人盤面消し対抗出た場合あごめんちょっと変なゲップがすいません でも、騎士対抗折れた場合はワンチャンさ、じゃあ騎士から釣りますってなることもあると思うし、まあグレイリーになってクロス護衛になった場合でも別に、髪ずらせばいいもんな。で、一ターンずらせばワンチャン4日目ぐらいに騎士決め打ちがやってきて、その時に、あ、てか出ていいな対抗。やっぱ、だって、今日出て、霊媒グッジョブです。霊媒グッジョブです。あ、違うわ。あ、昨日の護衛先がわかんないのか。あ、でも、でも対抗折れていいと思うんだよな、結論は。 じゃあ対抗を出らないうちに人狼がいたって考えると僕ワンチャンハイブリッシバケン羊飼い系とかは組み合わせとしてあるな柴犬さんが初手で決戦投票に上がっててあそこで騎士をしないから出れなかったハイブリッさんももちろん棋士は出らない占い語ってるからで圭さんが人狼を押してたパターンハイブリッシバケンは成立しそう、まあ、梅犬さんも怪しいとは言ったけど、まあ、ただ今日の理由自体は納得できるんだよなそれは久能丸さんと一緒 まあ単体でいくと僕はもう久遠村さんは疑ってないんだよね。ハイブリさんにすれば久遠村さんは白でいいと思って烏丸さんに白を当ててほしいっていうのがその通りすぎるからあれが村勘定として取ってて烏丸さんも、まあ、ハイブリカラスマにあんま見えないんだよな。烏丸さんもあんま囲われてない。工藤カラスマに囲いがない。あるんだったら柴犬という位置。でえー、と梅犬さんは疑ってたけど意見はよ,くよかった。まあ、前々さんも警戒位置ではある。 今日釣った山さんわ分かんない。むずいなぁ。でもやっぱ一番響いたのは騎士の柏さんの意見だった。まあ、昨日まで疑っててごめんなさいだったんだけど。騎士太鼓出ないのが出れない位置に人狼がいるって考えたら俺出れないのって柴犬さんぐらいかなと思うんだよな。だって梅県舞舞山さんって全員俺騎士語れる位置の人狼。ま、工藤丸さんまで含めて。ま、烏丸さんはワンチャン出れないかもしれないけど。 カラスマさん、でもカラスマさんが人狼の場合にさ、ハ,ハイブリカラスマ羊飼い系とかになるんだけど、俺あんまそれ見えないんだよな。二日目でカラスマさんって今日は羊飼い計算ずれしかありえないって言ってるんだよね。ヒロキさんが計算指定する前に。あの日って霊媒グッジョブだったわけなんで、ライン切っても霊媒の色見えなくなっちゃうから意味がないんだよな。なんならじゃあバランスずれてカラスマさんずれってなりかねないから。だからカラスマ羊飼い系のラインがあんまり見えないし、まあカラスマハイブリも、 まあ今日ハイブリさんがカラスマシャ打ってるんでワンチャンあるかもしれないけどカラスマさんが今日ずっとシケルで間違えてたのかなっていうのもあんまラインっぽくねえんだよなだからカラスマさんを人間で置けるんだったら工藤丸さんも人間っぽい余るのが僕目線マイマイ梅剣柴犬マイマイ梅剣柴犬ハイブリさんが真だった場合にはハイブリさんが真だった場合はもうマイマイ梅剣山さんか でも俺山さんもね実はそんなに疑ってないんだよなだって今日ハイブリッん目線のグレーを詰めようって時に人狼がさ、わざわざハイブリッんが今日新っぽくなくなったって言うんかなだって人狼は今日ハイブリッんーの方針ですることを分かってるわけだから、だったらハイブリッんにすり寄って、でワンチャンさ、釣り若い日できればワンチャン勝てるわけだから、なんか山さんあんま人狼っぽくないと思うんだよな まあ、分かんないこれどうしようむず4日目の朝を迎えました1番新太郎さんからビデオの開始のみをして戻ってきてください2番からすまみゆきさん3番工藤丸さん5番まいまいさん6番うめけんさん7番ハイブレッドセンスさん8番しばけんさん十一番やあ12番かしわさん13番たけるさん 恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました昨晩の犠牲者は柏さんです柏さんはビデオの停止を押してくださいそれでは皆様4日目の話し合い開始前にマイクのミュート解除をお願いいたしますそれでは話し合いを開始してくださいどうぞおはようございますおはようございますマイマイクロはい、スマさんが人狼でしたマイクロマイマイクロ カラスマさんとケイさんとハイブリさんか。だと思います。<laughs> あ、でもわかる気がするき。<laughs> まあ、後で言いますね。はい。まあ、もう、えっと、俺は柴犬のことを人間だと思っていて、えっと、海犬も昨日の推理に関してはすごく人間らしいと思えたので、久遠丸さんもどちらかというと、タケルさん本物かもしれないみたいなことを言って,ってくださってた方なので、昨日ね。 まあ一応、くだまるさん見るか、カラスマさん見るかで迷って、カラスマさん見たって感じです。はい、<laughs> 3人候補がいる、ヤマ、うん、さんを1人選ばせてもらって、ヤマさんが村の時のケアを考えたきに、慎、うん、太郎、マイマイ、梅県に、タケルの相方の二郎がいると考えました。慎、うん、太郎君がマイマイの方が、えー、タケルさんの相方とかはあるかもしれないっていう推理を出しているので、うん、ライン切りしている可能性はある。単体だと梅県が えっと、推理の更新というよりかはどちらかというと白アピをしているように感じたのでその点だけが人狼要素かなとは思ったけどそもそもだけど梅家の、えっと、意見がめちゃくちゃいいと思ってるから僕はどちらかというと白評価の方をし太郎君も結果そのライン切りの方よりも推理してる方と考えた結果マイマイ山さんたけるが一番見やすいかなと思って昨日の時点で囲いが発生していることも考えてマイマイったたら黒でしたちょっとお話ししてもいいですか あのまず初日、ハイブリッさんは柴犬さんに3票目を投じてるから、まずこの人狼同士がない、かつハイブリッさんは人狼だと推理します。 圭さんに関ししてはまあ人狼という結果かからま推理するしかなくて K さんが遺言私が K さんをずっと信じ続けた理由にもう1個あるのが遺言時に「いや僕だったらやらないよ慎太郎さんにしろは」っていう発言をしているあれは誰に向けて言ったのかを確認して今日推理を進めようと思ったし私は早振りさんを信じていたから毎々隠しろになったら自分は推理は進まないけど結構大きいなって思っていたところ。で私が人狼だった時に なんか、慎太郎さんは昨日怪しまなかった理由なんだけど、当然だと思う。慎太郎さんが人間目線でハイブリさんを信じていた時って、警戒者は私になるはずだから。そして、梅犬さんの推理がとってもいいなと思っていたから、私は昨日の時点で、ん人狼どこにいるんだろうっていうところと、ケイさんの白さと比較していた。ただ、えっと、私がずっと信じていた理由、ハイブリさんを、まあ、不覚にも信じてしまった理由は、もう述べていたので、分かってくれたらと思う。 マイマイさん黒だと思ってなかったっていうか、昨日の状況から考えると、結構、慎太郎さんか、工藤、特に昨日気になったのが、工藤さんの発言なんで、工藤さんあたりであるのかなと思ったんですけど、マイマイさん黒だから難しいんですけど、この2人が、えっと、ハイブリさん狼オオカミを主張してくれてるんだったら、まあ、言えることは、多分そのハイブリカラスマの二郎だった時に、多分まマイマイさんに黒は打たないかなと思ってます。 前村さんってハイブリさんのシーンを2日目に上げている人物なんで、で同様に私も、えっと、タケルさんのシーンを上げては、まあ、タケルさんのシーンを上げたっていうか、ハイブリさんのシーンを下げた人物なんで、ただ、前村さんの方が白いって言われている人物以上、多分、印象的にカラスママヨネの戦いだと不利だと思うんで、そのこのハイブリカラスマの二郎だった場合は、前村さんに黒っていう会議はしないですね。 あえっと、それに関しては反論できて、慎太郎さんという人物が私を疑ってきたことを、梅慶さんが悩んでいて、グレース家の中で、マイマイという名前を出しているから、なんかそこに関しては説得しされないかなと思っているし、やっぱり岸下以降が出なかったことって大きいと思っている、柏さんが言ってた通り、だから慶さんで連れているっていうのは、まあ腑に落ちるんじゃないかなと思うけどて、まあ、目線ですうと君はちょっとは、あ、ごめんね。うん、さんととんとと柴なか 意見共有しときたいんだけど結構ここ白い位置だから、うんうん、どういやえっと俺は山さん K さんで比較してるのとマイマイカラスマ比較してるパターンたけるさんとハビさんの比較はちょっと一回難しいから置いてるんですけど、うん、た場合に俺は一番このよ上げた4名の中で白いと思ってたのが山さんでそれが変わってなくて、うん、まあグレズリしちゃった人物だから難しいんだけど状況 なんでだろうな仮説、たけるさん、芯で追ってる派、俺は。なるほど。うん。慎太郎、前々は一回考えないでって感じだね、たぶん、それは。うん、まあ、そこは難しいから、保留してます、れは結構。うん、えっとね、結構保留されると困るから、ーん俺が芯なので、えっと、申し訳ないんだが、えっとね、別に、普通に K 君が強靭で押してる可能性まである状態なので、うん、あのそこを普通に考慮してくれたら、全然いいと思ってその柏さんのね、言ってた対抗に関しては。 うん、芝県は、うん、わあ、マジで悩んでる。俺両方ともつながらない人狼っぽくないって言っちゃってる人だから。でも、たける前々が仮に人狼だとして、残りの一人が誰だうそうだね。それが大事になるんじゃないですかね。ハイブリさんを死んでおってる人って。それに基本、山さんだとは思ってる。だったら1日目の、1>, <ー>1日目の議論の最後の方に、山さんが発したことに対して、 酒うまいうまい山さんは三人でめちゃめちゃ仲良くあんなにお互いを人間だみたいな感じでやってた、ね、あ,あ,あれなんだよね。いやわかるわかる。<laughs> それはもうならん,やんけか。ただめっちゃシェルアピあるあの山、ね、さんが一言目に走ったことってマイマイ浮いてくるって言ったんですよあの初日。 なんか浮あでも私人間だと思ってる山さんはって言って多分思考を変えた人はい違うえっとマイマイは浮市だったけどマイマイが喋って白くなったからっていう言い方をしてるのであの時点では山さんはマイマイをかばってる人僕はマイマイが気になってるし山さんに関してはスケールは合わへんけれどもマイマイが気になってるって思考に関しては村っぽいと思っていたっていう僕は言い方をしてるので絶対そこは覚えてるいや私が覚えてると言ったのは最後かばったことに関して言ってのは山さんが一言目に発したことがマイマイが浮市になってると言ったのは事実だって言ってる。 それは,それは<ー>周りが判断することだからそれでは話し合いが終了となりました投票をお願いいたしますどうぞはい投票しますねうん前々に投票しますねえー、っと前々カからその対決の方がいいのかな占い能力が残ってた方がいいと僕は思っているみんなが視点そうだと思っている俺一応慎太郎君を占わせてほしい えー、いうのはあるえっ、ー、と本戦はまいまいたける山さんなんだけれども一応慎太郎くんだけはあると思っているまあ別に梅県でもいいんだけどどっちか占おうかなでもね慎太郎くんで梅県まいまいだけの方がないと思っているから慎太郎くんだけえっ、ー、と見たい僕はでも本戦は山さんで押してるまいまいに投票します以上はい投票します投票はじゃあカラスマさんに投票させていただきます さっきのそう僕のお手手つないでなんちゃらだけでは白ビにならないんですよ。だけどその後が重要で、えっと、そういう行動を一日目に取っておいた僕が予言者で占い師として出た後に、前々がずっと俺を偽物だと言い続けていた理由は、1番から5番までの5人を人間だと言いながら、あのタイミングで投票を手放したのが占い師とは思えないということを延々言い続けられてきた。延々言い続けられてきた。 そういうことを前々と何か人狼同士でやらないと思ってほしい単純にはい、はい、投票しますカラスマさんに投票をします昨日まあ、昨日かその前ちょっと忘れちゃったんですけど梅恵さんがなぜカラスマさんを白と言えたのって思った私はでその時点でカラスマさんが白結果って言ったハイブリさんをそれでも信じた慎太郎さんとそれはシンクロしていて慎太郎さんはきっと梅恵さんの精査をしたからそれを疑問に思っていたっていうのは伝わった 私の思考の流れは、ハイブレさんが柴犬さんに強い票を置いておきながら、ケさん、黒コ結果の後に柴犬さんしろというのが本物らしいと思って、ずっと間違えていた。うん。これが思考の流れです。ずっと間違えていました。今分かった。カラスマさんに投票します。投票します。投票マイマイさんに投票します。 なんかさっき思い出したんですけど、なんか山さん、ずっとなんか発言の節々ですごい引っかかってたんですよ。で、聞き間違いだったかもしれないなと思って流してたんですけど、あの山さんってなんか初日、軽カラスマみたいな話をちょっと漏らしてたような気がしてて、その場合って、あ,あの発言って何だったんだろうなってずっと思った時に、なんか最初からじゃあ、カラスマを釣ろうと計画してた人狼なのかなっていうのが、今、ふと思い出して。 ありますねあとなんか三郎っぽくないあ,のあ終わっちゃいました以上ですエンタロウ投票します投票はカラスマさんに入れますまあ理由は二点あってマイマイタケルヤマさんだった場合にヤマさんって昨日ハイブリさんにセノスケール出すのかなってのが一点だって昨日ってハイブリさん目線でのグレーを詰めようっていう話だったからその三郎だったらワンちゃんどっちもハイブリさんにするよっておけば僕とか梅ケンさん連れて PP まである盤面なんで 僕もそこで山さんも疑ってなかったっていうのとあと消し対応を出なかったのが烏丸ハイブリ羊飼い系だった場合はしっくり来るから烏丸さんって2日目に一応計算から1票もらってて消しようできなかった人物なんでそっちの方がしっくり来ちゃったんで烏丸さん投票です投票しますかえっとね まいに投票します。カラスマさんが人間に見えてます。これは昨日言った理由。千葉県が人間で僕が人間だからこそカラスマさんが人間に見えてるのが1点と、まいに初日に白いなと思ったのは出てきた時の表情なんですよね。めちゃくちゃみんなを見渡したから人狼ではやらないかなと思ったんですよ。で、引っかかっていたところは、ヤマさんが上の4人を外したのにもかかわらず、まいはカラスマさんを怪しんでいて、えー 怪しんでいるのにもかかわらず、前々視点で山さんがずっと人間に置けてたのだけが違和感だった。ちょっといきますね、先いきますね。うんまあ、残ってるメンバーだと一番信用してるのがまず、柴犬さんのみ。今日の投票僕の感想でしっくりこなかったのは、梅犬さんと烏丸さんだった。 まあ確かに、ハイブルさんの言うとおり、山さん、ケイさんに比較すると、ケイさん、狂人のケースもあるから、間違えうる。うん、難しい。その場合、慎太郎くんが昨日、たけるさん釣りを安定って言ったのが、まあ、確かに安定ではあるんだけど、安定でしかなくメリットが存在してないことが、うん、割と黒い要素なのかなと思ってるから、ちょっと怖い。話を聞きたい。カラスマさんに入れる。はい。 さすがに決めれんもう一回話聞かせてほしい。マイマイに投票します。その、梅ケが言ったとさっきのマイマイの要素が、マイマイ人狼、山さん人間とかの構図はなさそうな、ちょっと評価除したと思うんですよ、マイマイが人狼だった時って。なさそうだなと思ってたんだが、二郎ならあるなとはずっと思っているんだが、二郎だった時に、 たけるがその2人の二郎と仲良くお手で繋いでる状態で7次会 K 黒っていう結果だけ持ってくんのかなっていうのをすっげえ考えてて2人にとって何の得にもならん結果なんですよこの黒結果っていうのは3郎だった場合は以上ですそれでは投票の結果本日はカラスみ美雪さんマイマイさんの決選投票となります本日はマイマイさんから50秒間の弁明を開始してくださいどうぞ まず、梅犬さんに返すと、柏さんを人狼だと思っていたからです。山さんは柏さんに決戦に挙げる投票を初日していました。だから私は柏さんが怪しいと思っていたから、ハイブリさサンシンで。だからこそ、私は一旦山さんを外した。ただ、強靭位置はあると思った。から、ハイブリさサンシン視点においても、山さん釣りって、まあまあいいかなと思っていた。山さんの精査をするべきだと主張しています。その時、あの山さん釣りの日に。で、えっと、竹、えっとね、うんと、 柴県さんが言った件なんだけど、単純に梅県さんが烏丸さんを白く評価している。慎太郎さんがマイマイを警戒している。だからマイマイ黒ってすごい普通のことなのになって思ってる。それに関しては。何のデメリットもないっていうのは私にはしっくり来ないし、そこは分かってほしい。うん。そんなところかな。あとは下流女子太鼓が出ない。だから、結構山さんは陣外だと思ってました。あの時はね。山さんからはすごい守られたけど、私は山さんにその後一言も何の言及もしていません。 以上ですはい。まあそうですね。何から話そうかな。まあ、じゃあ、まあ、慎太郎さんに説得するために話すんですけど、なんか最初、すごい、士の出方みたいな、柏さんの対抗が出なかったから、じゃあ、カラスマが、まあ、人狼なんじゃないかみたいな話があったと思うんですけど、てか、まいさん黒結果見えた後だったら、まいさんも出れないですね。まいさんが騎士使用して通らないと思うんで、多分そこは、 フラットに考えてほしいなと思ってて、でその上で三郎構成っていうのをもう一回考えてほしいですかね。烏丸系相振りで、初日から投票宅に上げる必要のない人物じゃないですか、柴犬さんと竜一さんが並んでる中で、烏丸にあえて投票を並べる必要が全くない状況で、K さんが私の相方で、じゃあなんで投票宅に上げるために私に投票してるのっていうのは、かなり不自然なことだと思います。 身内切りとしてもないかなと思ってほしいですね。以上です。それでは、お二人の弁明が終了いたしましたので、残りの方はどちらかに投票をしていただきます。烏丸みゆきさんを1番、マイ,マイさんを2番とさせていただきます。投票先決まりましたら、グーの状態で手を前に出してください。全員揃えいましたら、一斉に投票を行います。それでは、投票に移ります。投票ドン 一番カラスバミユキさんに投票されている方、指をフりフりしてください。四票。二番マイマイさんに投票されている方が二票。投票の結果、本日処刑されるのはカラスバミユキさんです。遺言をお願いいたします。なんか一人ぐらいは間違えてるから人がいるかもしれないんですけど、なんか基本なんか今日の話聞いてるとピーピー臭いなと思って聞いてました。まあ潜伏強人がいて。 審議がついてるのかなと思ってますよ。いやどうなんですかね。まあ、と途中間違えちゃったんで、占い審議が。なんだろうな。途中までなんか一貫して、すごい、前々さんが疑ってたのはすごい気になってたんですけど、正直あんまり前々さん、途中まで疑ってなかったんで、ミスだったかなと思います。はい。 以上ですそれではカラスマさんはビデオの停止を押してくださいカラスマさんを処刑したにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいります生存した皆様はビデオの停止を押してくださいそれでは皆様おやすみなさいませいやーむずいわむずいけど明確な意思を持ってカラスマさん投票した 決戦弁明で烏丸さんの主張としてマヤマヤさんって黒を打たれたから決勝できないよねだからそこは同勝件だよねっていうのが僕は多分間違えてると思うんだよな間違えてるっていうか把握もれ、ね、だってマヤマヤさんに黒が飛んだのは今日であって騎士対抗を出るかどうかの判断をするのは昨日なわけねえー、っと今日4日目じゃんだから昨日が3日目であって柏さんが決勝したのは3日目のタイミングなんですよ で、マイマイさんって3日目の時点ではまだグレー。たけるさん目線での白、ハイブリさん目線でのグレーの人物だから、別に対抗出れるんだよね。あの時点では。だって、マイマイさんって1日目も2日目も処刑対象に上がっていなかったから、1日目はマイマイさんゼロ票だし、割と白く置かれていたし、2日目に関しても、まあ、じゃあ計算ずりでってなってて、計算が対抗に上げたらもう烏丸みゆきだったんで、マイマイさんはずれじではなかった。だから3日目別に人狼として決して対抗を出れるリッではあったんで、でも一方、烏丸さんっていうのは、 一応二日目に羊会計算を釣りをしていて、で、計算がカラスマさん投与しますって言ってるからこそ、一応カラスマさんって一票もらっておいたんだよな。まああの日はほぼほぼ計算が死ぬ議論ではあったから、ワンちゃんカラスマさんも消しをできるかもしんないけど、でも一応そこで借干のビザはあるんだよなそう、ワンちゃんカラスマさんが人狼で、え、カラスマさん消しだったら二日目に出るべきじゃないっていう、追及が怖いから出らなかったは通るんだけど、ただマヨメさんって別に出れるんだよね。全然。三日目までは。 黒も見つかってなかっっなたからでらでま山さんを疑ってる人もそこまでいなかったんで僕が警戒してるとは言ったけどそれは時系列が僕の方が後なんで必死をするタイミングは全然あったからなんかそこを同条件で考えてくれっていうのはなんか若干ずれてるなって思っちゃったんですよね。で俺はやっぱま山さんをちょっとだけ警戒はしたんだけどでも基本的に意見はやっぱり人間っぽいと思っちゃうんだよな。 初手のまあ工藤羊飼い系まあ真弓さん人間だった場合計算人狼なるんでそこは整理を間違えてるんだけどただ僕も計算人間っぽいって思っていたからその間違えば共感できるしずっと僕の肩を持っていてくれて烏丸、まあ、さんを殴ってくれていた人物ではあるしあああと梅賢さんが強人っぽいからそれだけ <laughs> 俺強人一梅賢さんかなと思ってるんだよこの位置じゃねって <laughs> だからもう、タケルさんずりしかしないから。あ、二日目のはそう変えました。一番慎太郎さんからビデオの開始のみをして戻ってきてください。三番工藤丸さん、五番まいまいさん、六番梅健さん。七番ハイブリッドセンスさん。八番柴健さん。十三番タケルさん。 恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。昨晩の犠牲者は柴犬さんです。柴犬さんはビデオの停止を押してください。それでは現在6名生存です。皆様、話し合い開始前にマイクのミュート解除をお願いいたします。それでは5分間の話し合いを開始してください。どうぞ。おはようございます。おはようございます。うます慎太郎君しろ、シロ。ハイブリさん、人狼でした。なので、えっと、ケさんとハイブリさんとクラスマーさんの3人がオカミです。す残りの人は人間です。 いや、無形<日>さん選挙だったらやばいから、私は今日、そうそう、ってそ,その可能性は分かってる。うん、まあ、気の気持ちしたんでね、知らな,ないです。ないです、PP なんて。まあ、じゃあ俺、俺視点は、選挙がいなくて、マイマイタケルの二郎が残りです。うんうん、えー、巨人は稽古のあたりで落ちてるんじゃないかなっていう感じ。で、アマさんが人狼。うーん、っと、 決め梅県が決め打ちっていうのはちょっとやめてほしいかな。うん、俺が決め打ちあの、め打ちで俺までするっていう進行をやめてほしいかなっていう話。まあ、どうだろう。ここからなんか僕以外の人意見変わるんかな。なんか一番納得できないのが基地仕様ができなかったから計算で落ちてる理論が僕1ミリも理解できないですよね。いやまあ、あれはどの三郎の組み合わせだったら決して対抗しづらいかなっていう考えのもとだね。あれって、だって。 例えば潜伏狂人がいた場合に、柏さんというところで対抗でじゃあ、巨人が出てきましたってなったら、あのまあ、白1とかならギリいいんですけど、グレーからとかで出ちゃった場合に、ハイブリさんの新視点で詰められたら3分の2で人狼が釣られてしまうから、まずできないと。で、柏さんが仮に釣られた場合でも、狂人が噛まれるからできない。ってなった時に、じゃあ、人狼が2人、計算が落ちてなくて、人狼が2人グレーにいて、棋士対抗できますっていう理論ですよね。 出ないのが計算で落ちてる理論が成り立つのであれば多分出れるってことは人狼が多かったら出れるっていう思考ですよねその人たちってそうなった場合に人狼が一匹対抗で出ちゃうとタケル三親視点がおかしくなっちゃうんですよ。K さんそしてみんなね占い進路で追ってたハイブリさんが人狼でラストウルフが騎士仕様で出てくるっていう構図になるからなんでラストウルフ騎士ここ対抗で出てくるのえい、ー、ちゃんこれ人狼の数多いんじゃないまだじゃあハイブリさんンじゃん。 っていう理論になって、人狼が決勝した瞬間に、ハイブリさん新しんっぽくなるから、人狼は使用できないんですよ、あの状況って。多分、うん、私が人間目線だから響いちゃっただけかもしれないですね。なんか、あ俺も人間なんだけど。あいや、なんでかっていうと、<laughs> た要はね、 カラスマさんが言ったので、うんうん、あの黒打たれたから出,、ね、出れないと思いますよみたいな言ったの覚えてます私、うん、全然黒、うん、打たれてないんですよ騎士使用した時柏さんが<ー>柏さん出たタイミングでしょそうだから、えっと、私だったら出るっていう発想はあります正直ねうん、えっと、確かにわかる植木さんが言ってるのもねシュタロー君と工藤君は考えてくれる人なのかどうか いや、僕も内心、梅ケンさん、選挙かなと思ってるんで、<laughs> うん、あんまりバランス進行はできなそう。かんかんまあ、今日の梅ケンさんの意見は結構納得できる部分はあったんだけど。だから俺、慎太郎、マイマイ、るかなと思って、いや、ゲーム終わったわと思ったもん。工藤さん、強靭かなと思ってたから、最後ら辺で。えっと、いやあの、どっち考えてくれるんやったら、俺、一生懸命喋れるのこの番組の話とかはどうでもよく、えっと、今、現状確定してるのは、俺が死んで、<laughs> マイマイるが人狼で、選挙と一郎が落ちてくれてるの。 それが俺視点だけ見えてる状態で、それを村には説得しなきゃいけなくて、えっと、もう考えません、盤面で、えっと、決め打ったから釣りますやったら、俺も何も何できないからえっと先に言うと、僕は考える余地がある状況だったならば、うん、タケルさんと慎太郎君のオオカミだと、俺実は、き、うん、昨日ちょっと投票のに言いましたけど、思っていたので、うん、ハイブリさんの結果が信用できない。 っ、うん、っていう判断になったのでで、えっと、ハイブリさんすつもりでするじゃあ、えっと、人狼の否定だけしておきますね。俺と K 君とカラスマ君の三狼になります。その場合、俺は投票を柏君と K 君に遮られている状態です。ずっと上げているのに。その上で僕は K 君をさらに遮って投票を柴犬にしていました。その後にに K 君が昨日言ってたけど、カラスマ君に2票目で俺が柴犬という。 つり置を作っているにもかかわらず、芝葉県旅地というのができるにもかかわらず、K 君は仲間のカラスマを上げようとしている人です。あれ、それがあ、そうか。そう、2票目を重ねて、3票、2票、2票、で、最後、ヒロキさんという霊媒師がまだ2択か3択にできる状態にした人です。あの時は3、3で領地、千葉県だったから、その時に2票目を作っえー、カラスマが作られてるから、それが3路に見える さっきから、マイマイタケルの否定で、えっ、ー、と、占いでこうやからっていう下げられしてるけども、それを同じことを俺は烏丸にずっとされてる。2日目以降、こうでこうで、俺は川島君が怪しかったとか、柴君が怪しいとかって、えっ、ー、と、自分のローマンは出しているけれども、それをずっと邪魔してるのは、烏丸君です。ライン切りしてるっていうふうに見るんだったら、別に言てもいいんだけど、それこそ、それがタケルマイマイに適用できるんだったら、僕らになぜ適用できないのもう一度、柔軟に考えてほしい。 カラスマさん投票かあ、あのね、それには返せて,て、霊媒師が結構生き残ってる可能性が高く、結構終盤票でケイさんで確かにカラスマさんを上げてるのは事実。怖怖なんだけれども、その後、慎<わ>太郎さん、クド丸マルさん、ヤマさんと投票を持っていて。怖いな、それ <laughs>。それでは話し合いが終了となりました。<laughs> 投票をお願いいたします、どうぞえ。信じてます、投票しますね。信じてます。えっと、前に投票します。えっと、 いや、バーに残ってる可能性がどうこうじゃないよ。初日の話なんだから。令和が最終票持つんだから、当たり前の話を。僕が言ってるのは、それを初日からやってる三郎構成がありますかっていう話。さらに、えー、っと、まあ、実際のとこ誰がどうか分からないけど、K 君が人外で、それこそ騎士仕様なんでしないのよ。その時に黒田されてて。何をしせんそしたら、それこそ羊飼い K 自身が人狼っぽくなればなるほど、カラスマってもっと白くなりたいとか、いろいろやるべきことができるよね、人狼なら。 それを全て捨ててるのよ僕らが人狼だったら僕は真なんですああもうまあいいやはい、以上はい、投票しますハイブレさんに投票しますでハイブレさんに伝わなくていいんですけど初日の投票の話をしていてつまり、ヒロキさんという一角霊媒がいる中で2日目にヒロキさんが結果を見る可能性が高かった日だからこそ終盤票でカラスマさんに身内切りをしたっていうのはシンプルに考えてほしいことハイブレさんの意見もわかるっていう意見もわかるけど っていうのと、なんか、たけるさんの疑う理由が、慎太郎さん目線でわからないって私、疑われた日に、さらにたけるさんの偽要素を慎太郎さんに説得かけようとして、慎太郎さん疑ってないって言ってる。本当にただただ、ハイブリさんを信じていたっていう証拠になると思う。これは伝わってほしい。はい、投票します。ハイブリさんに投票させていただきます。えっと、マイマイとヤマさんと僕が三人オオカミだった場合に、 たける山さん、3人ともの思考は、慎太郎君から羊飼い、計さんまでの4人を人間らしいというのを軸に話していました。山さんはその中にいても1人という推理をしていたが、えっと、基本的にはそういう推理をしていました。それに対して僕が占い師と人狼として言っている場合に、結果を出すのは羊飼い、計さん、人狼ではなく、それ以外のところ、千葉県だったり、柏だったり、そういうところに人狼とかっていう方が,僕が、僕たちが人狼仲間だったら、 いいと思ってもらいたいなと思いますはいまあ投票します投票はハイブルさんに1票を入れますまあハイブルさんに落ちたは正直そこまでなくてですねまあ釣られていった人間の比較でそうなっちゃっただけなんですよねまあ K さん人間っぽいと思っていたんですけどまあ釣られ際のタケルさんが僕に白を打って羊飼い K さんに黒打ってるから僕が盤面上白いよねってのはあんまり ちょっとだけ評価収された部分もあったかなと思ったんで、なんか総合で、でも結構微差ではあった、正直ね。だから全然間違えたりかもしれないけど、その時はすいません。はい。ハイブリさん投票します。では次、工藤で。ハイブリさんに4票目です。あ、僕、この前で発言した内容の中100、100%間違ってる推理がもうすでにあるので、うん、まあ、 ハイブリさん本物の場合、非常に申し訳がないんですけども、もう間違えることは特に怖くなく。ヤマさんを信じているので、慎太郎くん、白結果から、ハイブリさんがやっぱり偽だと思って投票しました。うん。まあ、怖いですけど。あとは結果を待ちます。はい。投票します。ハイブリさんに投票しますが、え今、工藤さん、間違えることはもう何も怖くなくって言ったのに、最後、 怖いけどって言ったよ。怖がってるじゃん <laughs>。はい。えっと、ちなみに僕はハイブリさんが本物だと思今でも思ってますよ。今でも思ってるけど投票します、うん。2日目に K さんが生き残るような議論になってたのに、カラ津マさんが、おい、羊かい系ずりでええやろうは、狼同士で言わん。霊能噛んでる狼が、絶対に言わん。 それでは投票の結果、本日処刑されるのは、ハイブリッドセンスさんです。遺言をお願いいたします。はい、そうだね、ちょっと人狼の否定ではなく真の要素をもうちょっと出したかったのは、僕がどういうふうに真占いで思行してたのかとか、初日から全然出せたんだけど、うまくちょっとうんお伝えすることができなくて、申し訳ない。まあ、あいや、正直ね、めちゃくちゃ印象良かったのよ、前々とか。俺のことしし、えー、真っぽいと言ってくれてる人が、だからちょっと占いが。 だいぶ遅れてしまった。僕視点でね、柏君を、騎士の柏君を疑ってしまったりとか、初日、柴犬が軸議論の軸になってたので、柴犬を占ってしまったりっていうのがあったので、たけさんが人狼ってと分かってるんだったら、武部さんから攻められてる人だから、そもそも占う必要性もなかったところに当てちゃってるんで、しろ申し訳ない、村に貢献できなくて申し訳なかったです。一応、最後にちょっと、うん、えっ、ー、と、最後に一言だけ、えー、言わせていただきます。メリークリスマス。 それでは、ハイブリッドセンサーはビデオの停止とマイクロミュートを押してください。ハイブリッドセンサーを主刑者にも関わらず、恐ろしい夜がやってまいりません。村人陣営の勝利です。おめでとうございます。ああ、か。 怖ー。オーいー。エリクシスマス。エリクシスマス。よろしくします。えーめちゃくちゃ恥ずかしい。はいそれではですね役職の打ち上げの発表させていただきたいと思います。まずは人狼三人手を挙げてください。金様ミュウキさん、日付会 K さん、ハイブリッド戦争の三狼でございました。そして本物の占い師がたけるさん、レバシヒロキさん、岸和さん。